では、採用率で選ぶ最強統一やっていきましょう。前回と絵面が一緒なんだが、ミミッキュですね。リベンジです。今回は出番があると期待したいですね。ゴーストタイプって技の威力がそこまで高くないのですよ。なのでミミッキュがかき回してくれたら理想ですね。そして、このヨザル。はい。命がけ型ですね。今回初めて使いますが、お相手のキーポケモンを一発で落としてくれたら、それこそミミッキュとかと合わせて、いい感じに戦局を支配できればと期待しています。そして、あれコダハチドラパルトなんだけど、これ。攻撃下がってんじゃん。皆さん、残念なお知らせがございます。今回、録画後に、この冒頭の説明をしています。なので、試合中に生きがって、最強のドラゴンアローとか言ってた気がしますが、まあ、下がってます。お楽しみに。はい。で、炎から続投の、まあ、昔から使ってるラウドボールですね。はい。もう内容入ってこねえよな。で、いつぞやのソーブレイズ。そして、いつぞやのサーフ号ですね。いや、マジかよ。特殊用に用意してたのに、そういうことだったのか。無理やり突然鉢巻き型を思いついたかのように作るからこういうことになるんだな。交互期待。対戦よろしくお願いします。マフィティフ来るかこれ。あるなぁ。しんどいなぁ。では、ドラパルト君から行きましょうか。ドラパルト君、つーかお相手、あんまり見ないポケモンで圧かけてくるな、今回は。ラウドボーンも刺さってはいそうだが。ミミッキュ、後ろに控えておくか。もう一体は、パルトでどうしようもねえのは、サーフ号いけるか？サーフ号だったら強く出れるかもね。この3体でいきましょう。でね、最強シリーズやってて思うんですけど、統一ってね、初心者におすすめかもしれません。というのも、相手が出してくるポケモンって大体わかるじゃないですか。わかるんですよ。やってると。こいつきっついなっていうのが出てくるので、それに対して対応するような戦術を選んでいくわけじゃないですか。ってなってくると、なんか勝手にお相手が思い通りに動いてくれて、かつ対策してやったっていう感じが自然と出てくるんですよ。いい傾向だね。こいつ番犬だと思う。フェアリーじゃなかったらいいけどな。ドラゴンアロー。ぶっこんでやるぜ。これでフェアリーテラスだったら泣くけどな。完封で終わります。食らいつかれて逃げ場がなくて終わってしまうが、電撃戦術で決めてやるぜ。さあ、お相手は何も切ってないね。吹き飛ばす。いい火力。ちょっと足りねえか。うれ乱数でもね、残念。食らいつく。お前も交代できないぜ。テラスタルを切るか。フェアリーだったら助かるかもな。潔く死ぬかい？オッケー。そう、生半可な補助型だったらこのマフィティフに完封されるんですよ。だからこそ今回はドラッパによる電撃戦術。おそらく鉢巻きはバレてないんじゃないかな。これテラスの威力と誤解してくれたらいいんですけどね。ジバコッチ、しんどいの出てきましたね。ですがこのまま押した方がいいんじゃないかな。アロー頑丈ぶっ潰すぜ。おそらくフェアリーではないだろう。チクチク、よしラストキャノン。ただこいつのテラスタイプを今から読まなきゃいけないのがしんどいですね。サーフ号を先に出して技出すのはいいんですけど、その技次第では負けるんだよな。でも向こうからの打点もないし悪くはねえと思うか。サーフ号行きましょう。気合玉は打つなよ。チェス。水テラスのサーフ号もいたからゴールドラッシュも微妙ですね。シャドボ。そのぐらいの自爆は飛ばせるだろう。そらよっと。こいつ直帰か。大丈夫、サーフ号も硬いから。さすがにシャドボは流せないだろう。よし、オッケー。マフィティフがちょっと怖かったですが、今のところ順調にいけてますね。最後のポケモンが何か、フラミンゴ、うーわ、こいつか。まずいっすね、これ。交代してもなおきついな。インファのゴリ押ししてくるか。上取れないからね。まあ向こうが変なことしてくれたら具を照らすタイプは切らないか、最後の一匹を見るまで。さあ防御が下がった。普通のアタッカーだったら勝ってた試合なんだが、今回はおあいにくさま、補助型だ。攻撃技はナイトヘッドのみだからね。チェス。さーて、ではではどう仕掛けましょうか。身代わり。インファの PP 増やしてる？隠れます。当ててくる。やるじゃない。防御がどんどん下がっていくぞ。向こう的には気が気じゃない状況だよな。さあテラスタル切ってきた。強引なる突破を狙ってくるか。インファイトの PP 増やしてなかったらもうそろそろ打ち止めだろう。フェアリーか。さあ別の技出してくるかな。こだわっててくれたら楽なんですけどね、こっちとしては。でもこだわってるとしたら足遅いんだよな。さあ身代わりは消えてしまった。ちなみに粉持ちなんでね、粘りを見せてほしいもんだね。くそ、普通の攻撃技があればさてさーて、もう一回身代わりは使えますね。一応自分で減った体力の量を確認しておかないと気が済まないタイプでな。うん、では行きましょうか。もう一丁。体力2。悪あがき来い。にしても当てますね。これ食べ残しの方が今回は良かったな。さあ痛み分けだ。お前の体力をもらうぜ。半分か。イエーイ。おっしゃ来たぜちょっと待てよ。体力 2を78の2倍だから、そうだよな、お前の体力が見えた。あばよ。この試合、俺たちの勝ちだ。やるじゃん、ミミッキュー。つうか、この方、いやらしい方は強いと聞いていたが、やるね。確定ダメージでチリな。対戦ありがとうございました。ゴーストらしい戦い方でもあるね。素晴らしい。前回のフェアリー編では出番がなかったが、それを帳消しにする活躍を1試合目から見せてくれるとはね。素晴らしい。対戦よろしくお願いします。超トリックしてえな。お相手のポケモンはオノノックスとかの上にいるあいつだ。ゾロワークだ。あいつが化けて出る可能性もあるんだよな。先発読みづれ。パルトから行こうか。もう上電撃戦術で行こうぜ。で最終的な着地としてはサーフゴー君のゴリラにお任せしましょう。フェアリーがねフラージェスしかいないんですよ。なんでフラージェスだったらこそ化けてるか。お相手の性格を考えるんだ。フラージスはそこそこ通りが良さそうだけど、サーフ5を苦手としている。で、悪タイプ自体は刺さりがいいからね、心理的に開幕から有利なポケモンは投げないのではないか。そう。化けるチャンスじゃん。化けたくなるだろう。その心理。お前ならどっちでもええわ。お前ならどっちでもええんやわ。アロー。嘘だろスカウか。はええ。出落ちだし。く思ったよりあいつ、行動が早すぎるぜ。チェス。ナイトバーストが飛んでくるとたまったもんじゃないね。インファイツ。引っ込めてきた。フラージス。スカーフのゾロワークに関してはケアが甘いからな、今回のパーティー。さあ、格闘バレちまったぜ。ゴーストこそ消しましたが、まあゾロワークに多少強いだけで、フェアリーへの一環は残してる。おお、結構入ったね。9所か。9所じゃないのこれ。思ったより入ってますね。まあ、テラスタル一致は伊達じゃないね。交代しまーす。さあ、お相手がものすごく嫌がりそうなポケモンをプレゼントするよ。ドレインキース。効かないね。さあ、ゴールドラッシュの時間だ。交代かな、さすがに。その先に出てくるのはオノノックスが役割失ってるっぽいかこれ。さあ、ゾロワークかもしれんが色違いを見せびらかしていくね。レッラッシュ。どっちだこれは。本物か。捨てですねこれ。ずっとまた化けてくるじゃん次。めんどくせえなこれ。この次はフラージェスに化けてくる可能性がありますね。フンドの拳。オノノックスがいる限りはオノノックスに化けてるが、おそらくオノノックス、フラージス、ゾロワークの順番に選んでいるでしょうから、ここでオノノックスを退場させて次にフラージスが出てきたら読み合いになっちまうな。拳。うれ。スカーフ決戦になるとな、きついよな。まあ化けたいだろう。俺がお相手なら化けるね。実際最初に化けてたわけじゃん。そのままいきますわ。来い。ここ勝敗決まるレベルでやばいな。あー、これはスカ瞑想だ。どっちにしろツンデラ。なるほど。今からでも遅くはない。交代だ。瞑想という卓なら問題はね。ここでムーンフォース飛んでたら危なかったんですけどね。そういや。ケース。さあ、捕まえたよ。瞑想積んでても痛えもんは痛えだろうよ。ゴールドラッシュ。向こうテラスタイプをここで切るから、そういうことか。何になる気だ。炎だときついっす。草イガドレか。なかなかきつくなってきたぞ。ぜい。硬すぎワロターヌ博士。特攻下がるしな、ここ。ですが、今一つでござるよ。となると、一旦回復してもいいんだがね、この世行きますわ。なんかすごい激しい戦いになってきたね。ういっす。キッスに切り替えている。ここでこいつを失うわけにはいかねえんだけどな。インファイトの威力がさっきの倍になってるとはいえ厳しいよね。フルパワーのインファイトでどうにかならないか。ぜいなったぜ。なるんかーい、なるんかーい。さーて、お相手は、スカーフのゾロワークを残すのみだ。そのゾロワークに対して致命の一撃を放てればいいが、向こうとしてはどの技を選択する？火炎放射とかかな。交代します。インファで耐久落ちちゃってるし、勝ちたいならばこその交代だぜ。このゾロワークが最速じゃない可能性もあるしね。ですよね。サーフ号に仕事はありません。潔く散ってもらいます。フイッチ火炎放射ぐらいなら耐えてくれませんかね。ゾロワーク火力はそんなにないぜ。なんとか11までたどり着いたんだ。正直1匹を即死で失ったのはとても辛かったが、乗り越えた甲斐はあった。おらだしゃあ、お前に何回も何回も騙されてしんどかったわ、今回も。大勢ありがとうございました。試合が長い、ゴーストトイツ。こうしてみると雑に最速って取っておくべきな気もするね。純速より最速だぜ。対戦よろしくお願いします。ロトムとか来そうだな。ミミッキュくんがいい味するんじゃないですかって思ってたけど、この世ザルで流れ崩してから、フェアリー来ると怖えんだけどな。ドラッパーで殲滅する流れでいきましょうか。よろしくお願いします。まずはこの世ザルの命がけで1体持ってく。それがガブだったらあんまりうまみはないんですけど、ガブ以外も結構来そうなんでね。なんならガブでも結構美味しいか。最近あいつ高校の尻尾を押し付けられてから退場する印象しかないのでね、いまいち脅威としてはそこそこなんだけど、潰せるとしてありがたいとすれば、セグレイブとかはちょっとミミッキュの戦法と相性良くないんだよね。なので、そうされる前に仕留めにかかった方が良いでしょう。あとは海竜のノーマルテラスとかも厄介だよな。お相手のポケモンは採用率ランキング、そう、こちらのね、それに加わるポケモンしかいないからな。エース級の何かは持ってるんで、警戒していきましょう。ロトムかガブだと思うけどな。そんなに特別出したいポケモンがお相手にいなさそうなんで、そういう時は大体ロトムかガブ投げるんよ。はい。とっても案の定。チェース。命をかけるぜ。きな、帰ってもいいぜ。電気かな。でもテラスタイプ切ってくれたのありがたいな。あんなに後ろにドラゴンいるのにな。フェアリーになったか。それ僕もお気に入りだぜ。だが今回は消えてもらう。お前はタスキを持ってないからな、基本的に。命をかけらー。オッケー。テラスタル消滅 &11 効果。ややプラスかな。震えている。See you。これあとはもうドラパでいいね。動画の尺を気遣ってくれている展開だ。ドラパ行きまーす。さあ、素の状態で戦おうや。いざ行かん。海竜、これはもろたで。丸助だろ。引き剥がした上でぶっ飛ばす。覚悟してもらいますよ。リュウマイは厄介だしね。お相手のパーティーにフェアリーはいない。よってこのアローから逃れることはできない。いかに海竜であっても、まともに抜群疲れたら耐えられないんよ。鉢巻き、いじっぱり、ドラゴンテラス、ドラゴンアローは、海竜だろうが逃さない。失礼。第1だ。発射。いい火力。第2だ。粉砕。さあ、最後のポケモンを出しな。なんだかんだこのドラパは刺さった時ちょっと強いんだよな。このドラパ1匹に全抜きされたこともあります。ほう、超やばいの出てきたな。超やばいなこいつ。帰ります。勝ち確だと思ったけどそんなに甘くはなかった。怖い。でもこういう時に役に立つんだよね。不意打ちしてたらラッキーです。チェス土下座いってえな。バキッといっちゃうよ。よし、身代わり安定。隠れまーす。ヘッドゥ。これで身代わりでいなしてる間に一発でも外してくれたらラッキーなんだけど、まあやることは変わらんので身代わり。これさ、痛み分けした方がダメージ削れそうだね。どうだろう。変な行動してくれてもいいんやで。呪いをかけようと思ったんですけど、どっちだろうな。ドドゲザンは身代わりで。痛み分けから呪いが最高ですけどね。まあこの状況だったらさすがに痛み分けの方がプラスかな。痛みを分けようぜ。お前の体力ごっそり。おっとラッキー。すまねえ、補助技しかねえんだ。一応内藤さんあるんだけどさ、これは欲張ったな。無傷で倒したい気持ちはわかるが、やっちまったな。デュークシデュークシデュークシ。また身代わり張ってもよかったんですけどね。まあもう十分ですよ。お疲れ。やるだけやったわ。さあ苦しみもがけで、さすがのドドゲザンといえど当倍の不意打ちではドラパ倒せんよ。ではでは役に立ったね。ゴーストダイブ。隠れまーす。スイー。卑劣だろう。デュークシデュークシデュークシ。さすがに足りるんですわ。See you. 帰った。ありがとうございました。まあ、そういうミミッキュもいるんだぜってことで、ありがとうございました。